マジで面白いのシュート長きと山本とボッタッチです。防災弱小校振り切り対決。イエーイ。あー我々こちら弱小校出身で、彼はまあ見て分かる通り主張が強いですね。大津なんですよ。はい、なんでまあ大津ってやっぱ強いんで憧れるじゃないですか。まあでもちなみに俺はフリーキック蹴ったことありません。まあ確かに、まあでも決勝点決めてますから、決勝で決勝で決勝でフリーキックではないまあただ、まあ、やっぱそれでも蹴ったことないといえど、やっぱ弱小校と強豪校ではボールを蹴ってる数が違うじゃん。まあ、天と地の差があると。練習はしとると思う。そう、まあ、なんで彼が言ったみたいに天と地の差があるんで、でもそれ本当にあんのかっていうのを今回対決で証明したいなと思います。ルールとしては、我々3人がマグアキさんにフリーキック蹴っていいよっていう場所を1個指定します。そこから蹴ってもらうんですけれども、その指定する場所は絶対違う場所にするという感じなんです。なんでマグアキさんはもう必然的に5種類の場所から蹴ってもらいになります。で逆に我々は指定じゃなくても自分たちでここだったら決めれるっていう場所に置いてチャレンジすると。はい、ハンデ、まあ、結構なハンデはあると思います。壁はどうします？蹴らない人以外が壁。じゃあ蹴らない3人が壁に入ります。はい、みたいな感じでやっていきたいなと思います。それではいっ、はい、マンジー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 。ではね、今回はキーパーも来てくれてるんで、まあすごくね、いい勝負ができるんじゃないかなと思ってます。じゃあ先攻後攻から決めましょう。まあいいよお前らで。いや、
意外と難しいでしょ。ラスト2本、まあ、決めていきたいなと思います。じゃあ、お願いします。マジマンジ。じゃあラスト。あーこれあれか。そういう風になんかさせる感じか。味方が正面に行きます。それで決められない。可能性がないこっち。こっちここがいいかな。ここがいいと思います。これを決めれば勝ちんじゃない？お前さ、さっぱりさ、自分で決めへん。これで決めるみたい。いやいやいや、でも君は一緒じゃないから。君はもう。これ決めたら勝ちよ。勝ちよ決めたら。ここで。マンジなんだよ。はい。じゃあ今度は、私のお願いします。やばい。
体験それを利用したまで。でもそのもしかしたらこういう状況がしないと起こり得るかもしれない。大丈夫。だけ。感じがしますよね。まあちょっとシュートが甘かったですね。コースには行ってたんですけど、まあシュートがちょっと弱かった。まあ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 ちょっと期待直してもらわないといけないですね。まあ多分結局結局まあまあまあでもいい対決ができたんじゃない。まあ最高でした、ね。まあみたいな感じで、まあねこの大津対弱小校、まあ今後もね上げていければなと思ってですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方お願いします。よし。では次回の対決戦でお会いいたしましょう。バイバイ。